いやちょっとまあ同級生っていうことではさ、ちょっとあの、はい、室伏浩二が引退決めましたよね。ね、決めましたね。同級生ですよ、室伏浩二。あ、そうなの。我々は、すごいな、すごいですね。すごい。いやもうあの人俺もう引退することねえんじゃねえかと思ってたけど、もうずっと強いんじゃねえかなと、復帰してもすぐ優勝するんじゃないかなと思ったけど、やっぱダメでね。いやそうですね。室伏浩二が体力の限界だったよやっぱり。いや俺もショックだ、だから、もう俺はダメなんだよだから。いやまあ体力で比べたらね、もう42歳っていうのはもう室伏でさえ限界になる年なんだよ。あの化け物ですら。そう、確かに化け物ですけど、確かにイチロー選手とかね、あ、まあ、それは数えればね、何人かいるだろ、あれがいるだろうとかさ、すぐごちゃごちゃ言うバカがいるけど、俺らにとってはやっぱり松井秀喜、室伏浩二ですから。そうですね、寂しいですね。だからちょっとなんかそのまあ、スポーツ選手っていうのはさ、うんうん、まあ、42歳はもうその室伏浩二でさえもう限界なんだけど、うんうん、我々、まあ、お笑いの芸人、うん、タレントなんていうのはここからが脂が乗ってくるところですから、はい、そうですね、そうですね、はい、だからそういう意味でちょっとバトンタッチ受けた気分ですよね、室伏さんから、室伏さん、あんた頼んだぞ。俺は体力の限界でお前までいけるだろ、頼んだぞって俺背中をボンって押されたっていう感じ。すごい力で。化け物をこの受け継いでいこうと思ってさ、やっぱり。でも受け継ぎ方が難しくないですか、室伏さんの。何だけど、なんかだからボケてさ、なんか、はあ、いやオナに昨日しちゃったよ、うぅぅぅぅあれあれ砲丸投げてっから出る声だって、ボケだったらあーいいや気持ちの距離が出るんですか、なんだ、いやすごい笑いが生まれるんだ、大きい。あとあんまりボケるとき渾身のって言わない方がいいと思いますよ。なんでよ、ここ勝負だってボケするんですか。いやそりゃそうでしょ、だってもう、ほう、だって室伏にバトン渡されてんだから、それはせこいことできないだろ。今日ちょっと練習不足ですなんて言えない。めちゃめちゃ練習してきました、このボケは。見てください、進行、うわー、どこ飛ばしてんだよ。やっていくしかない。いや別にそこを継承しなくてもいいんじゃないですか。日々の努力だとかそういうのでいいじゃないですか。別にボケだとあーって言わなくても。はい、あ、松井選手継承してる。声の高さ継承しちゃったよ。しっかり受け継いでます。いや室伏さんお疲れ様でした、ね、そうでした、うん。